皆さんこんにちは。世界には数百種もの電気魚が存在しますが、電気ウナギはその中でも最も危険な存在です。毎年犠牲になる人の数でいうと、電気ウナギは悪名高いピラニアを上回るほどなのです。電気ウナギの電気は強力で、生後わずか数日、体長2から3センチメートルの稚魚であっても素手で捕まえるとかすかにしびれを感じるほどです。成魚は全長2メートル以上になることもあり、このような電気ウナギに触れるとどんなに強烈な電流を受けるかは想像に難くありません。まともに接触すれば600ボルトもの電流に打たれ、命を落とす可能性すらあります。電気ウナギは1日150回も強力な電気を起こすことができます。同時に興味深い点は、これほどのエネルギーを生み出すにもかかわらず、電気ウナギが餌とするのは主に小さな魚なのです。獲物を見つけると電気ウナギはブルッと身震いし、電流を放出します。これで狩りは終了、獲物は一瞬で死んでしまいます。電気ウナギは獲物を頭から丸飲みし、あとは海底に沈んで静かに消化を待ちます。電気ウナギは南米大陸の浅い川に生息し、特にアマゾン川流域に多く見られます。これらの水域の多くでは水中酸素がとても少ないので、電気ウナギは酸素確保のための独特な行動を見せます。つまり2時間ほどを水中で過ごすと、その後水面に上がって10分間ほどもかけてゆっくりと呼吸をするのです。電気ウナギは大きな魚で、成魚の全長は通常1メートルから 1.5メートル、体重は40キログラム前後です。体は細長い円筒形で、軽く上から押しつぶしたような形になっています。表面に鱗はありません。ヒレがよく発達していて、前後左右に泳ぐことができます。大人の体の色は褐色で、喉の下側が明るいオレンジ色になっています。若い個体の色は比較的薄くなっています。電気ウナギの体の構造の中で最も興味深い部分は、体長の3分の2以上を占める発電器官です。プラス極は体の前方、マイナス極は後方になります。飼育下での観察によると、最高放電電圧は650ボルトに達しますが、実際にはこのような放電をすることは稀で、全長1メートルほどの電気ウナギの放電はせいぜい350ボルト程度です。とはいえ、これは電球5つを光らせるのに十分な電力です。この放電能力は主に敵から身を守り、そして獲物を麻痺させるために使われます。他にも追加的発電機関を持ちますが、その電力は周囲の確認のために使われます。周囲に磁場を作ることで、電気ウナギは障害物や獲物の存在を察知するのです。この目的の電流はとても弱く、人間はほとんど感じることができません。電気ウナギは攻撃的です。驚くべきことに、差し迫った脅威がなくともいきなり攻撃を仕掛けてきます。何らかの生物が磁場に侵入してくると、電気ウナギは逃げも隠れもせず、恐ろしい電気で攻撃するのです。ですから、もし電気ウナギを見つけたら絶対に近づいてはいけません。磁場の範囲は約3メートルほどなので、これ以上近づくことは絶対に避けなければなりません。電気ウナギがウナギに似ているのは外見と名前だけで、体の構造は全く異なります。ずっと昔から人々は不思議な能力を持つ電気ウナギに興味を持ち、多くの科学者が長年にわたって研究を続けてきました。この力の正体が電気であることを証明するのに約半世紀かかり、その発電と使用のメカニズム解明にはさらに長い時間がかかりました。19世紀初頭、南米の住民たちが馬を使った電気ウナギの漁を行っているという話がヨーロッパで広がりました。これは1800年に中南米地域を旅した有名なドイツの博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルトの記述を根拠としており、そこで彼は次のように書いていました。現地の人々は馬を湿地や浅い川に連れてきて、水中に立たせ足踏みをさせます。こうすることで電気ウナギが水から飛び出し、馬に向かって放電します。ところが、馬ほどの大きな動物にとって、これは命に関わるほどのダメージにはなりません。放電で体力を使い疲れ果てたところで、人間が電気ウナギを捕まえるというのです。
しかし当時のヨーロッパの科学者たちは魚がこのような力を持つとは信じませんでした。実際に電気ウナギが不思議な力を持つことが実験的に確認されたのは21世紀に入ってからのことです。アメリカナッシュビルにあるバンダービルト大学の生物学者ケネス・カターニア教授が興味深い調査を行い、結果が報告されました。彼は数週間にわたり電気ウナギの発電機関の仕組みを研究しました。まず彼は金属メッシュとハンドルのついた大きなネットを使って電気ウナギの捕獲を行いました。通常どんな魚でも見慣れない人工物からは警戒して逃げていきます。ところが電気ウナギは自ら近づいてきて強力に発電し放電攻撃をしてきたのです。その後の実験でカターニア氏は生成される電流の強さが電気ウナギのジャンプの高さに直接関係していることに気づきました。高く飛び上がるほど発せられる電流は強くなるのです。電圧は 10V から 300V の範囲で、電気ウナギが水から出ると体内の電気抵抗が増加し、電荷はより抵抗の少ないターゲットに向かうということでした。このため電気ウナギの攻撃は水面近くで行うとより効果的になります。獲物は電流を直接受けることになり痛みが増すのです。このため電気ウナギは小さな魚だけでなくカメやワニなどそれなりに体の大きな生物たちにとっても脅威となるのです。ここでいくつか電気ウナギの攻撃シーンを見てみましょう。この映像では電気ウナギに触れようとした男性が突如跳ね返りました。かなりの電流を手に感じたようです。電気ウナギの力を甘く見てはいけません。犬が珍しい魚を見つけて喜んでいます。しかしまさかこれが強烈な電撃を放つ魚だとは思いもしなかったようです。突然の電気ショックを受けて驚いた犬は尻尾を巻いて逃げていきました。カイマンワニは凶暴な捕食者です。黒カイマンは美味しそうなウナギを見つけランチにしようと思ったようです。ただ最大の誤算はこれが恐ろしい電気を放つ魚だとは知らなかったことです。結果ランチどころか電気ショックを食らってしまいます。幸い次の放電までに電気ウナギには少し時間が必要となり、その隙を利用してカイマンは逃げることができました。しかし中には物分かりの悪いワニもいるようです。あまりに目の前の獲物に固執しすぎると不幸な結末に終わってしまいます。このワニは電流を受けながらも電気ウナギを放そうとせず、その結果強烈な電気ショックで命を落としてしまいました。自分の張った磁場に生物が侵入したのを察知しても電気ウナギは逃げることがありません。ですからどこかで万一電気ウナギを見かけるようなことがあっても絶対に近寄らず速やかに離れるようにしてください。さていかがでしたか。今回はここまでです。この動画が気に入ったらいいねをしてチャンネル登録をしてください。ではまたお会いしましょう。